私たちはアルクトゥルス評議会です。皆さんとつながることができて嬉しく思います。私たちはあなた方に送るエネルギーを再調整してきました。なぜならあなた方は数年前よりもずっと多くのことをこなせるようになったからです。あなた方は母なる地球によって始められたルートチャクラのアップグレードを経験してきました。そして母なる地球はあなた方が工事の世界から受け取れるものに関してあなた方の能力を拡大してきました。母なる地球はその中心から送られるパルスによってあなた方がルートチャクラを浄化しきれいにするのを手伝ってくれています。これはグループの努力であり全員が役割を果たしているということを皆さんに理解していただきたいと思います。また皆さんには常に助けがありさらに助けが来ることも知っていただきたいと思います。皆さんはこの意識の変化を体験しできるだけ抵抗せずにそれを経験するべきです。ですから皆さんの身体に何かが起こっているときまず最初にアップグレードを受けているあるいは浄化を行っているのだという結論に達するようにしてください。パニックになる必要はありませんし身体的に状況が悪化するのではないかと心配する必要もありません。その代わりに自分が癒しの過程にあると常に想定しそれが痛みや不快感を伴う可能性があると想定してください。そうすれば意識の拡大の次のレベルに到達するのがずっと容易になります。心配したり恐怖の中で生きるために生まれてきたわけではありませんが、あなたはそういうふうに育てられてきました。意識の進化よりも生き残ることを重視するように育てられたのです。しかし、今はあなたの意識の進化があなたのために存在しているエネルギーのずっと多くを消費する時です。あなたが本当に誰であり、何であるかを認識することは、あなたができるだけ長く生き延びることよりもずっと重要です。しかし、もちろん、それはあなたの両親、教師、そして社会があなたに望んだことであり、あなたは今、あなたより前に来た人々によって、押し付けられたそれらの厄介な傾向を忘れなければなりません。さて、彼らは善意でそうしたのです。そして、確かに寿命が今よりもずっと短かった時代もありました。しかし、あなた方はそこで繁栄し、肉体にとどまり続けることで、彼らの進化、彼らの意向、そして最終的にはあなた自身の意向、そして最終的には5次元の周波数範囲への意向を、経験できるように意図されているので安心してください。また現在私たちがあなた方に送ることができるより高い周波数のエネルギーに順応するためにあなた方のガイドからの支援を受けており、あなた方のガイドはクラウンチャクラを開きエネルギーフィールドを再調整することであなた方の支援を行っています。2024年の残りの期間に起こる変化は素晴らしいものであり、不快感や痛みさえも耐え抜いてよかったと思うでしょう。すべてが順調だったし、今も順調だと信じてよかったと思うでしょう。そして、今年の終わりまでにあなたを待っている意識の次のレベルに上昇できることを嬉しく思うでしょう。私たちはあなたのために、とても興奮しており、あなたと一緒に、この旅に参加できることを、とても楽しみにしています。私たちはアルクトゥルス評議会です。皆さんとつながることができて嬉しく思っています。